今回は家庭用ラベルプリンターのテプラ SR3900P を使って小さな文字を印刷してみたいと思います。テプラの機種にはパソコンと連携して印刷ができる機能があるので、パソコンで作成した小さな文字を白背景で黒文字の12ミリ幅のテープを使って5段階5種類の印刷を試してみました。普通に読むことができますね。割といい感じではないでしょうか。これも悪くはないですね。この辺りから文字のかすれが目立ちます。読めなくはないのですが、これはちょっと厳しいでしょうか。これは完全に厳しいですね。雰囲気はあるのですが、判読が難しい文字の大きさですね。5種類のラベルを集めてみました。拡大してそれぞれを見てみましょう。いかがでしょうか。パソコンと連携できるテプラはミニチュア作りにとても役立ちます。ご視聴ありがとうございました。